皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今回は静岡県の学校情報として、県立高校の適応力検査、これについての説明会が開催されるので、そのお知らせをします。裾野高校と沼津工業高校、この県立2校では学校裁量枠と学科への適性というものを入試に導入しています。学校裁量枠というのは公立高校の多くでこれ扱っているんですけれど、学科への適性というのは私今回初めて聞きました。でこの方法での入学者選抜、これ適応力検査というんですけれど、これに関する2校の合同説明会、これが塾対象に開催されます。この初めて聞く適応力検査、私参加してしっかり聞いて理解してまた動画にまとめます。さて、日程と会場ですけど2回開催されます。第1回目が令和4年10月18日の火曜日、会場は静岡県立裾野高校です。第2回目、これが令和4年10月20日の木曜日、会場は静岡県立沼津工業高校になっています。私は第2回目に参加する予定になっています。時間内容は2回とも同じで、時間10時開会で校長先生の挨拶、10時10分から10時50分、これは2校によるそれぞれの学校の説明、そして10時50分から11時、これが質疑応答になっています。また希望する方はこの後で校内の見学などができるということです。なお問い合わせはそれぞれの学校の副校長先生になっているので、そちらにお願いします。今回は県立高校の適応力検査、この説明会のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。